セシンは古代インド仏教湯河行有式識学派の僧である。セシンはサンスクリット名であるバスバンドの役名であり、現状約以降定着した。それより前には天人と訳されることが多い。バーヤブハツマメ、バーヤブ半島と音社することもある。有識思想を体制し、後の仏教において大きな潮流となった。また、多くの重要な著作を表し、 地論集、小論集、法奨集、浄土教をはじめ、東アジア仏教の形成に大きな影響を与えた。浄土真宗では七構想の第二にとされ、天神菩薩と尊称される。また、インド論理学そのものの発展にも寄与した。世信の伝記については、身体訳、バー、ヤブハンマメ法子伝、現状、大東西域機やその弟子、元の伝える伝承、 ターラナータ、仏教師中の伝記などがある。バー、ヤブハンマメ放肆伝によれば、セシンは、仏滅後900年にプルシャプラで生まれた。三人兄弟の次男で、実刑は、無弱、実弟は、節一歳有部のビリンチバッサ。兄弟全員がセシンという名前であるが、兄は無弱、弟は、人なり持ちバツバーという別名で呼ばれるため、セシンという名は、 もっぱら本項目で説明する次男のことを指す。はじめ部派仏教の説一切ウブで学び、ウブ一の学者として巧妙を馳せた。ところが、兄、無弱の勧めによって、大乗仏教に転校した。無弱の死後、大乗経典の注釈、有意識論、初代乗論の注釈などを行い、アヨーディアにて八十歳で没した。世心の電気に関する諸伝書は、 世心が、節一切ウブから大乗へと転向したという点で、一致する。しかし、近年、節一切ウブ時代に書いたとされる、アビダルマクシャロンに伝えるパーバッカロヤの説及び、協力部説が、湯菓子辞論、兼用性協論など湯ガ行派の文献に、トレースできることから、バスバンドのウブでの特度まで否定する必要はないにせよ。彼は、最初から湯が行派の学生であったと仮定する方が、 はるかに合理的ではないかという意見も出されている。以下のリストは、網羅的なものではない。近年、松田和信らの研究によって、くし論、ろん、論、大乗制行論、演技業行釈論、有意識二十論、有意識三十章という著作の順番が確定しつつ、ある。その他、バーヤブ半メ法師伝、ターラナータ、仏教史には、大乗値ン行、半ャ行、 ユイマ行、しょうま行、ご隠行に対する、注釈書があったとされる。また、チベット訳けでのみ伝えられる、聖十万章二万五千章一万八千章半にゃ、はらみ公中、聖無人遺書説教公中、聖不幻行岸三公中は、聖師により、後の人の作と考えられている。その他、漢訳、中論では、流樹菩薩作り、盆子やおめしとなっているが、そう、 サツバータシシデンの伝承では、青目を世ンとする。また、百論では、大場菩薩作り場やぶ返し尺となっているが、同様に、そう、うサツバータシシデンでは、バーヤブカイしを世ンとする。世ンの生存年代については、仏滅後900年、1000年、1100年など、複数の伝承が存在した。また、野ミトラによる、クシャロンの注釈書や不幸。 クシャロン記において、クシャロンの著者とは別のフルジバスバンドについての言及があることが指摘されていた。これらを踏まえ、フラウバルナーが、バスバンドには、フルジと紳士の二人がいる、という説を唱えた。フラウバルナーは、そう、はじめ、ホッケ本教後期などに見えるクマラ銃の伝承に、基づき、フルジバスバンドを四世紀前半の人とし、中編分別論、大乗双言教論、 説大乗論尺、大乗経典に対する注釈書などを、古字、バスバンドの著作とする。一方、紳士バスバンドを、仏滅後千年、または千百年イコール五世紀の人とし、くしゃろん、ゆいし論、ゆい三き章、論記、論識、論心などの作者とした。しかし、古字バスバンドと紳士、バスバンドの著作間の共通箇所が、次々と指摘され、 フラウバルナーが用いた資料の信頼性にも疑問が提されたことから、現在では否定的に考えられている。アビダルマクシャロンの現代語訳、訳中については、アビダルマクシャロンを参照。ありがとうございます。